はい、皆さんこんにちは。フラワーアーティストシムです。今日からですね、お彼岸に入りました。と言ってもこのフラワー TV 編集作業がちょっと僕も忙しくバタバタしてて、まあなるべく早く編集してリアルタイムの情報なんで皆さんにお届けしたいと思いますけれども、今日実は、お墓に植え込みに行く仕事があって、お墓の方に行ってまいりました。そしたらですね、たくさんの方がお墓前に来ていて、お墓を掃除してお墓にお花を手向けて、でお参りをしてらっしゃいました。こう日本のね、こう先祖を大事にするという風習はとてもいい風習だと僕は思います。なんか海外のことはあんまりよく知らないんですけど、海外の方よりもやっぱり日本人はすごくこう先祖を大事にすると言われておりますので、もう本当にそれはね、大事なことなんじゃないかなと思っております。はい。で、実はね、ずいぶん前に、これ質問もいただいてたんですけど、せっかくお彼岸なんで今日はちょっと、ね、その質問に答えていきたいと思います。こうお供えに、質問内は確かお供えにトゲのあるバラを使っていいんですかっていうような内容だったと思うんです。この多分やっぱりね、結構皆さん、疑問に思ってる方も多いとは思うんですけれども、多いんですけれども、ちょっと歯切れ悪いんです僕で、僕もね、実は、この答えっていうのは僕自身が出せなかったんで、実はね、ずいぶん前に、お寺の、ご住職にちょっと聞いてみたことがあるんです。そのご住職っていうのは、まあ、ちょっとお名前は出せませんが、こう日蓮宗の結構お偉い方だったんですね。その方がさらに日蓮宗の、その方実はね、その時即答できなくて、その僕が聞いたその問いを日蓮宗のもっと偉いところ、お坊さんなのかな、に聞きに行ってくださって、それでこうお答えしてもらったんで、なのでこれはまあ信憑性高いんではないかなと思います。結論から言うと、皆さんがこうお供えっていう言ってるものに関しては、トゲのあるものは全く使って問題ないそうです。で、じゃあなんでまあそのトゲのあるものをね、使っちゃいけないっていう情報がこう流れてるっていうか、流れたのかなっていうところなんですけれども、お釈迦様にお供えしているこう花っていうのが、なんかお釈迦様のこうお布団を意味するらしいんですね。なので、まあ、そのお布団にこうトゲがあるものがあったら、皆さんもお布団にこうトゲが生えてたらどうですか、ね、痛くてちょっと寝れないんじゃないですか。真ん中には気持ちいいなんて人いるかもしれませんけど、まあ、それは、ね、得意体質というか、まあ、あれな方なんで、まあ大体の人はまあね、トゲがあったら痛くて寝れないですよね。だから、まあ、そのお釈迦様にお供えするものにはトゲがないものをお供えするというところから、まあ、全てのそれがお供えにこう反映したというか、そういう間違えた情報が流れてしまったんではないかなということでした。なので、まあ、これが答えなんではないかなと思います。なので、まあ、通常お供えに使うものは、問題なくバラでも、使って大丈夫です。まあ、ただちょっと僕ね、ふと思ったんですけど、例えばお寺のご本尊さんにお供えするお花っていうのは、やっぱりそれももしかするとそのご本尊さんの枕にの意味合いがあるかもしれないので、ちょっとそこと聞き忘れちゃったんですけれども、そうするとこうお寺のご本尊さんにあげるものに関してはトゲがあるものは入れない方がいいのかなっていうところもありますけど、ここは僕の今憶測なんで、ちょっとね、もし知ってる方いらっしゃいましたらコメントでいただけたらと思います。なので、まあ通常のお供えにはバラとか使って全然大丈夫です。ただね、まあトゲがある、まあ、お花なんで一応こう少しねトゲは取ってアレンジした方が、まあ見つかる時とかにトゲは刺さることはないと思います。ただこれね、バラの
トゲって、実はですね、このバラの茎があって、バラとお水揚げをこのバラの茎の表面近くでするらしいんですね。これは僕の友人が僕に教えてくれたことなんですけれども、そこ威嚇さんって言ったと思うんですけど、そこがね、要するに表面近くにあるから、バラのトゲを深くこう取っていくと、その威嚇さんを傷つけてしまって、バラの水揚げが悪くなるそうです。なので実際はバラのトゲ、まあ取らない方がバラの水揚げはいいそうなんですけれども、まあ痛いんで、まあバラのトゲ、まあ先端部分とかをね、ちょちょっとこう取ってあげるぐらいが一番ベストなんではないかなと思います。まあこれがですね、まあバラ、お供えに毒のあるバラ使っていいのっていうものの答えです。答えは OK です。なのでぜひね、お供えにバラを使いたいんだけど、トゲがあるかなって、お供えできてなかった方、大丈夫です。ではまた次回お会いしたいと思います。See you next time!